ここって意外と弱いから、こういう組み合わせを入れて縦もあれば中が生きるから、このプレーこれだと思う。皆さんこんにちは、工事ナンバーホッケー山崎工事です。今日の動画は、サークル付近で 3D ドリブルからシュートを決める、練習をやっていきたいと思います。それでは行ってきます。まあ、まずはセンターエリアで練習するんですけど、サークル内に行って、サークル外でリードしてパスを受けて、そこから3ドリブルしながらサークルに進入してシュートまでっていう、イメージで練習します。今日はまあリフトだから、なるべくスペースを意識して、この裏に1対1つけて、スペースあると思ったら、もう、リフトでやる。今、ちょっと嫌いけど、プッシュのやつは入れた方がいい。リフトのスイングできんときも。リフト遅いな。で、例えばこっち行って、こうやって読まれたら、下がって。いい感じ。縦もあれば、中が生きるから。最初から、やっぱ、中じゃなくて、もちろんゴールだから中に行くんだけど、リフト使った時は、縦に意識させると、カットインが生きる。ドリブルの姿は普通の。って感じかな。左サイド、あれやん。リバースとかする。2パターンあって。まあ、多分僕のリフトドリブルの動画見てもらったら分かると思うんですけど、このまま、こっちに向かって。側からかあとは例えば相手はサークル外で守備をしたいから、なるべくサークル内に 入られたくないっていう思いがあるから、そういう時にやっぱサークル外勝負してきた時にこういうリフトでも、これも一つのつけ。あとはリフトっていうのはまあ、こういう浮かすのだけじゃなくて、タッチ、タッチを組み合わせたり、こういう組み合わせを入れて、相手を、相手と駆け引きすることが大事だと思います。次、右サイドのドリブルね。リフト。これも、まあ、左と一緒で、例えば、1対1してて、裏に入ってきて、スペースがあったら、例えば、左に入れておいて、プラス、はい、こういうこともあります。練習で、
ミスしまくても、そっから学べよね。いいからね。そこって、ディフェンス弱いから、このリバースサイドになるから、まあ、相手が左から回り込んできて守備されたら、もちろん縦フェイントで、中に来て、左に来て、一番は遊び心持つことだと思うから、さすがだと思う。そう、うん、確かに実際の試合やったらもう一瞬の判断やから、こんなんもう発想力だと思うし、おお、一つで形にはめた練習ほど試合で使いもないな。リアルをイメージして、もちろん実際に人を入れて1対1した方がより対人能力上がると思うけど、人がいない時でも自分で考えながら、この動画が良かったと思ったら高評価、コメントがあればどんどん僕の YouTube にコメントしてください。チャンネル登録をお願いします。雨で芝がかなり濡れてて水が溜まってる芝とかあったら考えて、こういうリフトフレーを増やしてもいいと思う。そしたら雨の試合でもドリブルできるし、フォアハンドなんかとてもいいと、なんかスピード本当に乗ろうと思ったら片手になることがあって、まあ、その中の一つの種類として、まあ、リフトしながら片手になれたらもっと OK、 でもこうリフトしながら片手でこうバーッと片手ゴールですね。このプレーいいなったら本物やと思う。